小ありますよ、ね、あ大小あります。結構大きい、100勝というぐらいですから、うん、一応。いや、皆さんそこを目指してください。数えたんで、ここに数えたんで80個ぐらいな。今年がさつまいも2年目きれい、一番きれいにできた、うん、もうきれいに入っちゃった。あってことはね、去年は種芋も買っとった、だから歯が砕いてくれへん、うん、ね、ところが去年もあのうちで会社で作ったの、うん、種は貯蔵しとるもんだ、歯を出せるじゃん、ほら、うん、で歯が砕せんようにできとる、ほら、うんうん、でね、種屋で苗を買って植えとったじゃあかん、うんうん、お相談とお育つと太陽が真上へ来るから、さ、うん、てすぐ枯れちゃう、うん、水をやればいいんですよね。だから4月頃にさして太陽がうんと並ぶ、うん、効率がいいですよね、うん、そうなんですよ、遅く買ってきた苗死んでる。そう農業ぐらい頭つかなくてもいい、うん、ほら今からどんどん太陽が真上に来るよね。